はい、どうも皆さん、こんにちは。ホタパパです。包帯を巻いています。ちょっとね、昨日、キレパンダとやり合ったら、こうなっちゃってね、気にしないでください。そんなことは置いといて。今日はなんですけど、今日はね、僕の大好きなメーカーの、完全ワイヤレスイヤホンをご紹介したいなと、思っております。私が好きなのは、JVC。お値段が、1万円以下です。果たしてこれがね、どれだけの性能があるのかどうか、皆さんと一緒に、レビューをしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それとですね、今日の動画良かったよなんて方は、グッドボタン、またはチャンネル登録、よろしくお願いします。次は行ってみましょう。レッツゴー!はい、それでは見ていきましょう。今日ご紹介させていただくのは、こちらの JVC の、HA-A50T-A、カラーはブルーを購入いたしました。それではね、早速中を開けていきましょう。ドキドキするな。オープン。だー、来た。本体はとりあえず置いときます。まずは、同梱物の確認からいきましょう。はい、こちらは取扱説明書です。あとは、はい、USB Type-C の、充電ケーブルとなります。あとはこちらにね、イヤーチップが、袋詰めされています。同梱物は以上ですかね。そしたら本体を見ていきましょうか。それでは本体見ていきましょう。こちらが本体となります。色はね、ブルーを購入したんですけども、ここにちゃんと、JVC の、ロゴが入っております。そして反対側には、充電口があります。持った感じはね、そんなに重い感じはしません。ただそのまあ、お値段が1万円以下っていうこともあって、そのちょっとプラスチックな部分はちょっと否めないんですけれども、コストカットできる部分なので、こういう風に仕上がったんだと思います。それでは中を開けていきましょうか。ではオープン。はい、こんな感じですね。悪くない、かっこいいですね。取り出してみますか。イヤホン自体は、こんな感じですね。こちらに JVC の、マークが入っております。で、こちらはですね、物理ボタンではなくタッチセンサーですね。ちょっとドライバーが大きいのかな、この低反発のイヤーピースはこう潰してね、自分の耳入れるとだん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 こう膨らんで自分の耳にぴったりに、入れ込むことができるっていうものが、まあ通常ですとオプションなんですけど、それが最初からついているっていうのは非常に良心的だなと思いました。それではですね、こちらの製品の概要をチェックしてみたいと思います。では行きましょう。はい、それでは JVC HA-A50T 見てまいりましょう。で、こちらは、ノイズキャンセリング機能と低反発イヤーピースを採用したハイコストパフォーマンスモデルとなっております。ノイズキャンセリング機能は、内蔵マイクで集音した周囲のノイズを、打ち消す信号を高精度に生成することで、騒音が気になる環境でもクリアな高音質ということができます。付属の、低反発イヤーピースを組み合わせることで遮音性をさらに高めるとともに、長時間の使用でも、ソフトな装着感を実現します。合計10ミリの高音質ドライバーを搭載して、
ノイズキャンセリング機能の強化を図っております。低域から音域までバランスよくパワフルでクリアなサウンドを楽しむことができます。本体は物理ボタンではなく、タッチコントロールとなります。イヤホンをつけたままで会話が可能なタッチ&トーク機能というものが搭載されています。ワンタッチで音量を下げるとともに、マイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。接続に関してですが、安定したワイヤレス接続として、Bluetooth の 5.0 パワークラス版に対応しております。バッテリーに関してですが、ノイズキャンセルをオンにした状態では単体で約6時間、充電ケースとの併用で約24時間の再生が可能となります。防水性能は IPX の4相当となっております。少しの雨や、汗に対して全く気にすることなく使える、生活防水仕様となっております。ちなみに対応コーデックは SBC-AAC となっております。以上が主な特徴となります。はい、というわけなんですけども、実際に使用してみたらどのようなパフォーマンスがあるのか、皆さんと、検証していきたいと思います。ではちょっと装着してみますかね。装着具合が非常にいいですね。もうぴったり耳。それではですね、ちょっと音楽聴いていこうかな。音楽スタート。これいいよ。わかりました。それではですね、これからちょっと1、2時間ちょっと、使い倒してからレビューをしてまとめに入りたいと思います。ちなみに、装着した感じはこんな感じで、やっぱりちょっと出っ張りますかね。ドライバーが大きいんでね、その辺にしなくてもいいですし、頭振っても取れないですし、はい、それではちょっと行ってきます。はい、戻ってきました。2時間ぐらいですかね、経ってますけど、レビューを、していきたいと思います。項目別にね、一つ一つ見ていきたいと思います。1番目、ノイズキャンセリング機能なんですけども、低価格帯のこのノイキャンモデルっていうのは、正直に実際聞いてるかどうかを分からない、分かりにくい性能のものが多いんですけども、これはね、ノイキャンオンにすると非常に雑音カット、換気扇の音ですとか、機械系の音、あとは音域で言うと低めの音かな、その辺をうまく、カットしてくれてましたね。点数をつけるとしたら、10点満点中の、10点っていうのは、ソニーですとか BOSE を基準にして私はレビューしています。こちらの、今日の JVC のモデルは、10点中7点、ノイキャンは7点とさせていただきます。2つ目、外音取り込み機能なんですけども、マイクで拾ったっていう感覚がちょっと少なくてですね、その音質もよくね、すごい自然な感じで聞いてるようになってます。外音取り込み機能は8点とさせていただきます。はい、3つ目、対向系ドライバーの搭載。完全ワイヤレスイヤホン向けのドライバーって大体6ミリぐらいが平均なんですね。6ミリになればちょうどいいかぐらいな感じなんですけども、
こちらの商品は10ミリの大口径ドライバーを積んでいるので、まあドライバーが大きいっていうことはイヤホン自体もこう大きくなってしまうんですけども、その分の迫力ですとか低音をズシッと出してくれますので、すごいパワフルです。ドライバーについては、10点中の、まあ、8点かな、うん、それぐらいですね。はい、4つ目、大事な、音質なんですけども、高音はこう刺さってくるような感じがほとんどしなくて、こもってる感じもしなくて、非常によく聞こえます。中音域ですけども、まあ、ギターの音楽が非常によく聞こえたり、ピアノの音がすごい綺麗に、聞こえるんですけども、そこにスタンドマイクがあって音楽を、発信してくれるので、さほどね気にすることはないのかなと思います。低音なんですけども、迫力と、まあ、広がりのある低音で、このイヤホンの特徴が低音ずっしり、いわゆる重低音っていうことになるんだと思います。音場もですね、やっぱり大口径ドライバーを搭載していることもあって、まあそれなりに広めで、でダイナミックな印象ですね。あとは解像度なんですけど、まあもうちょっとあってもいいかなっていうふうに思いました。まあ音質はそんな感じなんですけども、まあ、音質に対してはお値段とそのパフォーマンスを考慮すると、まあ、10点中8点上げてもいいかなっていうふうに思います。万人受けすると思います。はい、それじゃあまとめていきましょう。はい、それではまとめていきましょう。今日ご紹介させていただいたのはこちら JVC の HA-A50T の A というものとなります。まあまとめなんですけども、まあざっくり言いますと、ノイキャンの性能も外音取り込みの性能も、もう、どちらもそこそこいい出来栄えになっています。音質レベルも、まあ、この1万以下っていう価格帯で考えれば非常に良くって、コスパの高さを感じました。この出来栄えは、まあ、どてもじゃないけど、僕が思うにもう1万円をオーバーしていますよ、うん、非常に出来がいい。これ渡されてちょっと聞いてみてって言われて、お値段いくらだと思うって思う聞かれたとしたら、僕は多分1万で4000円ぐらいの値段をつけると思います。ちょっと残念だったのは遅延がねちょっとだけあったんですよ。音楽聴く分には全く問題ありません。1万円以内でノイズキャンセリングモデルが欲しい人、まあ買い物の時にいちいちイヤホンを外すのが煩わしいと思っている人、音質なんですけども、まあ、低音寄りが好きで聞いてツーンって来ないようなモデルが欲しいっていう、この3パターンの方にはこれぜひおすすめです。ということで、まとめの、まあ、総合得点としては、10点中9点挙げられると思います。今日のレビューは以上となります。最後まで、ご覧いただきありがとうございました。今日の動画ですね、面白いなと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。